日本がなんで景気が悪いままで経済成長率が低いのかっていうので、このルールのせいじゃないかなと思っているんですけど、じゃあ1000万円あなたは借りることができます。で、皆さんね、1000万円借りることができます。で、10年後に1000万円で絶対返してください。で、1円でも減ってたら手足切りますよって言われて、1000万円借りますかっていう話で、これね、では1000万円をさ借りて1000万円で返すんだから、まあ何にもしなかったらそのまま返せばいいだけじゃんでしょ。で、今コメント見ると、借りないとか怖いとか、借りませんマジか、借りないよが多いのよ。1995、6年ぐらいの時に日本って普通金利で 1% ぐらいあったんですよ。そうすると 1% あるから1000万円もらって郵便貯金とか入れとくと年間10万円もらえて、10年経つと100万円ぐらいになるんですよ。だから、お、無利子で借りれるってことは、え、全然得じゃんと。貯金入れとけば毎年毎年10万円もらえて、で、10年後に1000万円返せばいいじゃん、ね、だってさ、1000万円の現金を定期預金に入れといたら1000万円のままじゃん。で、その1000万円返して利子もらえるわけじゃん。なので、要は1000万円あったら人生楽しくなるよねっていう風にみんなが思えないのよ。僕が大学生の時にちょうどね、定期預金が 3% ぐらいあって、5000万円あったら年間150万円の利子が入るから僕全然暮らせるじゃんと思ったのがあったのね。なので、5000万円貯めようと思った時期があったんだけど、お金がこれだけあったら僕は働かなくていいじゃんっていうのが5000万円っていうのがあったのよ。で、昔だったらさ、じゃあそのセブンイレブンの株を買うとか NTT の株を買うとか、お金があったらこれに使うとずっとそれがお金を生み出してくれるっていう希望を持てる商品があったのよ、投資だったりね。まあ、バブルの時代までだったら、土地を買ったら土地の価格って絶対下がんないから、土地って上がるよねっていうので土地に投資をするっていうのがあったのよ。なので、1000万円っていうのがあったらそれ絶対増えるよねっていうふうに他の国の人って思ってんだよ。あと、ちょっと前の日本人も思ってたのよ。でも、今の日本の人ってさ、1000万円があったとしても増えないと思ってんだよ。だって1000万円貸しますよ、でも1000万円返してくださいねっていうだけなんだけど、でも今の多くの人ってそんなお金があっても使いようがないし増えないと思ってんのよ。だから投資もしないし消費もしないのよ。だって投資先ないんだもん。実際問題さ、今じゃあ1000万円で投資してちゃんと戻ってくるの何って言われるとさ、まあ銀行の普通預金に入れてもさ、数十円つくだけじゃん。マイナス金利とかで減っちゃったりさ、とんでもないことになるじゃん。でさ、じゃあ伸びてる会社とかでソシャゲの会社とか言われるとさ、確かに伸びてる時は伸びるんだけどさ、ベラボーに下がったりするわけじゃん。だから怖くて投資できないじゃん。っていうので、あの、日本ってで、ね、投資先ないんだよね今。ビットコインがすげー上がったじゃん、額が。で、あれって日本円で買える儲かる投資案件の最近出た珍しい例なんだよね。だから ETF でもいいんだけど、 ETF もね、あの、株価連動だから、今のその2万2、3000円の日本のその日経平均が下がったりするとめっちゃ損するんで怖いんじゃないですかね。っていうぐらい日本って日本円で投資ができて儲かるものがないのよ。だってさ、本当に儲かるものがあったらさ、ビットコインみたいによく分かんないもんじゃなくていいわけじゃん。例えばその NTT ドコモ株、 NTT 株っていうのは昔持ってれば基本的になんか 2-3% の配当が必ずもらえるみたいなさ、東京ガスとか東京電力っていうのも基本的に配当ずっともらえるっていう、これさえ買っとけばずっと配当がもらえるっていう美味しいモデルっていうのがあったのよ。だから定期預金入れとけば 2% つくとかさ、リスクプレミアム的なし、リスクプレミアムではなくて、要は安定して利回りのある商品っていうのが昔は日本にあったのよ。だから定期預金でも 2% あったし、東京ガスとかでも 2% あったし、で、東京ガスが潰れるとか東京電力が潰れるなんてみんな思わなかったんだよ、あの時代。ところがどっかに東京電力がひどいことに今なってんだけど、3.11のせいで。っていう感じで、お金を投資する先が今の日本にないのよ。だからお金の投資先がないから投資をしません。なので投資が集まらないから社会が回りません。で、逆にお金を稼いだ人も投資先がないんだから稼いでもしょうがないのよ。じゃあ、だってほら、マンション買いたいとかないじゃん。マンションどうせ価格下がるからさ。っていうので、今の日本って投資先がない、でお金を稼いでそのお金で何かをすると働かなくてよくなるみたいな夢もないっていうのが問題だと思うんですよ。なので、今の日本の不景気の問題って僕それなんじゃないかなと思ってるんですけど、っていうところまでは大丈夫ですか。稼いでる人は稼いでないか、稼いでる人は稼いでます、もちろん。ただ稼いでない普通の人っていうのがお金を稼いでも投資先がないから
じゃあお金もらってもしょうがないよね。で投資先がないから投資をしないっていう。でこれがなんで発生してるかっていうと、結局利子がつかないからなのよ。でなんで今利子つかないかっていうと、あのお金借りる必要がないからなんだけど、企業がで、まあ、借りようとしてもすげえ低金利で借りられるからなんだけどっていう感じで、実は今低金利になるようにあの日本は割と回してるんですよ。僕が今住んでるフランスって、あのリブレアーとかリブレなんちゃらっていう貯蓄預金っていうのがあるんだけど、リブレアーの方だと 0.75%、 100万円ぐらいまで入れとくと 1% か、1% つくのよ。だから100万円持ってる人がいると入れとくと毎年毎年必ず 1% もらえるっていう貯蓄口座があったりして、で収入の低い人でなんか年収が何百万以下の人だとあの入れるっていうリブレなんちゃらって別のもあるんだけど、それもやっぱりあの利率が 1% とかつくのよ。なので100万円貯めるととりあえずそこにぶち込んどくと年間1万円もらえるみたいなっていうのがあの国が用意してたりするのね。っていう感じで、何かお金を儲けてお金を貯めるとお金を入れとくだけでお金が増えていく仕組みっていうのを国が用意してくれてるのよ。だからそうすると、あ、お金って貯めると楽じゃん、人生楽になるじゃんってなるんだけど、今の日本ってそれがないんだよねっていう話です。はい、っていうので、あのデフレかインフレかっていう問題より利率の問題じゃないかなと思ってます。はい、結局その利子がつかないっていうことはお金を貯める、お金を増やすっていうことに対しての動機がないし、お金を持ってる人も日本に対して投資をしなくなるっていう。で、あの日本人って日本語以外に対してのアレルギーがめちゃくちゃ多いので、例えば別に Google とか Apple に投資してもいいわけですよ。でやっぱそういう会社ってさ、どんどん利益出してるわけだから配当くれるんだけど、でも日本人って外国の会社に投資をするっていうのにすごい恐怖感を感じるから、で日本語で買える儲かりそうなやつっていうのでビットコインっていう仮想通貨ができた時に結構こぞってみんな投資したわけよ、日本語で買えるからね。ででも実際問題さ、まあ、単なるあの何にもこうバックグラウンドないものだから価格はドーンって下がるわけですよ。損した損したってなるわけじゃん。なので投資先がないっていうところが僕は日本の原因なんじゃないかなと思ってたりします。ということは海外に投資すればいいの？僕はそう思ってます。だからその例えば1000万円かあの稼ぎましたって言って、でその1000万円分を別にアマゾンとかアップルとかグーグルに入れとけばやっぱ成長するんですよ、ああいう会社は。なので日本の会社に投資をするぐらいだったら海外に投資をした方がまだマシなんじゃないですかね。配当ないよ、配当なくても株価上がるんで。西洋かぶれ、西洋かどうかじゃなくて単純に投資って儲かる先に入れるだけの話なんですよ。で儲かる先がどこの国に所属してるか何語で売ってるかは関係ないんですよ。だって儲けるためにやるんだもん。別にあのカルビーが好きだからカルビーの株を買いますは全然いいんですよ。それは好き嫌いで愛情でやってるものだから。でもお金を儲けるための投資っていうのであれば、お金さえ戻ってくれば何でもいいわけですよ。それが債券だろうと株だろうと別に銀行口座だろうと、でそれが何の通貨でもいいわけですよっていうのが投資の世界です。はい、海外の国債や銀行に預けても株より簡単そうだけどしない、なのでやっぱりここってその日本語っていうその日本文化特有の中で何とかやりたいっていうところがあるんじゃないかなと思います。外貨預金とかでもいいのかな。外貨預金も利率低いけどね。あとね、その日本が特殊で、結局今あの日本が円安にしようとこう日銀がガンガンやっちゃったりするので、実際通貨がどう動くかの想像がしづらいんですよね。その市場のマークで為替が作られてるわけじゃなくて政治的なマークで作られちゃうので、もっと明るい話してよ。知らないよ、金なんてどうにかしろよ個人で。要は将来に日本人があの希望を持てないことが問題なんですよ。希望って何なのっていうと、将来の方が自分の生活が豊かになる、幸せになれるって思えるかどうかなんですよ。例えばさ、毎年さ100万円貯金できる人がさ10年間働いたらさ1000万円の貯金ができるわけじゃん。でその1000万円の貯金があると、その1000万円の貯金がどんどん毎年毎年お金を生み出してくれますっていうとさ、じゃあ働かなくていいじゃんっていうさ、その働かないで好きなことだけやれるみたいな魅力的な未来が見えるわけじゃん。でもそういう未来が今見えないのが日本の問題なんじゃないのっていう話です。はい、国内ではどこの株買ってるの、株主優待になるやつを買っていましたね。はい、大学中退は海外で働くのは無理だぞ。確かにね、大卒の方がビザ取りやすいんですよ、労働ビザは。なので大学は卒業した方が得だと思うんですけど、別に通信でもいいので、とりあえず大学は適当に。でだから投資をするって基本的にはある程度の額を持ってないと意味がないんですけど、ある程度の額じゃない人って投資をするより自分の教育コストにお金をかけた方がいいんじゃないかなと思います。
Chrome OS が日本で流行らない理由は何でしょうか。逆に流行ると思う理由は何なんだろうな。日本語ってすごい特殊な言語で、まあ、Chrome OS とか英語使ってれば多分気にならないんですけど、そのアプリで多言語がちゃんと使えるかどうかっていうところが割と難しい気がします。あと日本人はみんなが使ってるものが好きなので、 iOS とかみんなが使ってるものを使いたがるんじゃないでしょうか。あ、生まれた時から不況だからそれが問題だと思いづらい。確かにね。まあでも生まれた時から不況の人はそうだよね。どうしようもないもんね。それが普通だと思ってるもんね。だから将来に希望を持てないのが当たり前だと思ってるんですけど、ただ平均寿命は伸びているので、高齢者に対する支払いはどんどん増えていくので、割と優秀な人ほど日本以外で稼いだ方がいいよねっていう風になって逃げちゃうんじゃないかな。